チップステクノロジーズはアメリカ合衆国の半導体企業。1984年カリフォルニア州ミルピタスでダド・バナタオとゴードン・エイ・キャンベルによって創業。初期のファブレス半導体企業として知られる。楽器用半導体を製造していたヤマハの製造ラインで作られた最初の製品はリバースエンジニアリングによって設計された。 が IBM 五換グラフィックスチップだった。その後、PC マザーボード用チップセットや、グラフィックコントローラなどを開発し、1986年10月には、ナスダックに株式を公開。1997年、インテルは、C、C&T のグラフィックスチップ事業を獲得するため、同社を買収した X86、CPU スーパー 386C&、 スーース 38, ス C、T スーパーマス j 三万八千七百デラックス C&T スーパーマス j 三万八千七百デラックスは八万三百八十七デラックス五感のフプコプロセッサだった C&T は他にも三百八十六五感のマイクロプロセッサスーパー百八十六三万八千六百デラックス三万八千六百 s x をクリーンルーム設計で開発したがインテル AMD、サイリックスなどが開発した同等 CPU との競争では成功したとは言えない。C&T38605 デラックスは512バイトのキャッシュを備えていたが、144ピンの PGA パッケージであり、386のソケットとは非互換だった。十二 c 五十一搭載ビデオカード百八十七年、チップステクノロジーズは、 本家 IBM 以外では初めて v g a 互換チップセット 82C451 をリリースした。また同年に 82C441 というチップを使った VGA カードもリリースした。これによって i b m 互換グラフィックディスプレイ市場が生まれた。その後、トライデントマイクロシステムズ、ウェスタンデジタル、シーラスロジック、オークテクノロジーといった企業が 同市場に参入し、次第に飽和していった。チップステクノロジーズが開発したビデオチップとして、ウィン,ウンがある。これは超高速フレームバッファを備えるが、独自ローカルバススロットでマザーボードに装着する形態だったため、PC ではほとんど採用されなかった。このスロットを備えたマザーボードはエプソンとヤシーズが製造していた。 Win は特にインテルのプロセッサを使った NEXT STEP ススでよく使われた。これはその OS で使える最も高性能なビデオチップの一つだったためである。その他にいくつかの CT6 という番号のビデオチップがあった。ありがとうございます。